ないはるかチャンネルはバナナがたくさん届いたので、みんなでバナナタワーを作りました。フルーツたっぷりのバナナタワーですっごく美味しかったです。それでは、はるかチャンネル始まります。今回は何を持ってますか皆さん。バナナでれーん、いきました。みんな大好きバナナなんですけども、はい、ユニフルティジャパンさんのこだわりっちとご褒美バナナを作ってですね、今日はねお菓子作りをしたいなと思うんですけども、ご褒美バナナね、こちらこだわりっち、これね、バナナってそんな種類あるの知らんかったんけど、うん、これねすごい甘くて美味しいらしいので、ちょっとこれを使ってみんなでお料理作ってスイーツを食べたいなと思ってます。どうしよう、バナナ一回食べてみる。それちょっと違いさ見てみたくない？見てみたい。オッケー、ちょっとバナナ食べてみましょうか。オッケー、ありがとうございます。そのドヤ顔で別に引っ張らんでよ。大きい、大きいね、確かに。一回ふーちゃんじゃあ食べてみて。それはご褒美バナナ。甘い？普通より甘い？うん、なんか普通よりなんか美味しい。なんかね、どっちのバナナも普通のバナナより高糖度って言って、うん、甘いんだって。なんかすごい甘いから美味しい。あ、そう。これが甘い。甘い？いつも食べてるより甘い？うん、うん、甘い。わかる？あのね、うん、これ最近バナナ学校で出たの。うんうんうん。全然甘い。あ、そう。二つの違いは？なんか硬さとかさ、そのこっちはなんか、うん、滑らかでしっとりしてる。あ、そう。すごいいい食レポやな。へえ。こっちは柔らかくて美味しい。甘く柔らかね。うん。最初のだからご褒美バナナの方がしっとりしてるのね。あとはこだわりっちの方が好きかな。めっちゃ大きいよ。あ、そう、うん。やっぱ好みあんだな、ちゃんと。あとはこだわりっちは。おすすめ。お、いいですね。なるほど。じゃあこの2つを使ってちょっと今日はね、バナナタワーを作ろうと思ってるわけ。タワー？タワー。タワーって何かわかる？東京スカイツリー。そうそうそう。みんなバラバラ言ってる。東京タワー。東京タワーとスカイツリーと。東京スカイツリー。そう、塔ですね。なのでいろんな果物と一緒にね、そのバナナを中心にタワーを作ろうと思いますんで、やっていきましょう。まずはその耳を切ったパンにですね、ホイップクリームを乗っていただきます。はい、ふーさんからお願いします。いい感じの、よとも塗っていい？いいよ。おおおおとも映ってないよ。 いいですね。うまい。あ、いいですよ。あ、すごい、めっちゃ綺麗やんか。これはもう塗装業やるしかないね。よし、塗装業を営もう。あ、もうちょっと塗ってもいいんじゃない？もうちょっと量、もうちょい。うん、こ、8個。成長痛が嫌です。あ、成長痛。さらっと成長痛やったんですね、お姉さん。そうなんですよ、うん、成長痛が、これぐらいです。足首が、うん、本当に足首が激しい運動しました。そういう時代来るんですよ、やっぱりね。時代人間ですから、はい、成長痛の時代。いいですか？お姉さん慣れてきましたね。早いですね、作業が。成長痛が、うん、早い。成長痛の成長痛の実況ありがとうございます。できたです。あ、できました。はい、はい、できましたね。お、綺麗に綺麗に。あ、うまいうまい、大丈夫。ではここにバナナを乗せていただいて巻いていきますが、はい、ラップにまず乗せて、その上でおにぎらずのように。いいですか？はい。じゃあここにバナナを剥いて乗せて巻いていきましょう。これさ、バナナって結構さ、あの取れたてと結構熟した後と柔らかさも変わってくるやんか。ちょうど今パパ一番いい時期のね、ご用意しましたんで。ありがとうございます。はい、どうも。と、まずはあの前の、なんだっけ、あの巻く、なんか寿司みたいな。あ、手巻き寿司。そう、手巻き寿司。そうそうそう、なんか恵方巻きした時みたいな。え、こう？そうそうそう、そんな感じやな。うわ、すごい、でかすぎて。あ、でもそういうことよ、そういうことよ。それで切って、輪っかにしていくから金太郎飴みたいに。そうそうそう。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。そう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 、そんな感じそんな感じ。オッケーオッケー。で、
それをだちょっとキュッとやって、なじませます。これ普通に美味しいやん。なんかあの菓子パンとかで売ってそうなやつやんか。あな、売ってる売ってる。それができましたらもう一つの方のバナナでやりましょう。ちょっと上段と下段でさバナナの種類変えようと思ってるから、だからちょっとその3本はまとめておいておいてください。ちょっとパパ今パクって食べてみましたけどむちゃくちゃ甘かった。びっくりした。おちゃんびっくりしたよね、うん、こんなバナナ初めてだった。ちょっと高級やねんけどバナナジュースにしたいなと思っちゃった。あー確かに、なんかミックスジュース的な、うん、バナナミルク。いいと思う。バナナミルク超美味しいよ。そうだよね。ふーちゃんのでっかい、ふーちゃんのでっかいね。一番でかいの取ったんこれ。うん、うん、ここで割れちゃうね。うまいこときてんじゃん。海苔巻きの海苔巻き作った時もうまかったもんな。おばちゃん見ていいですよ、そのまま美味しそうやもん。もうあ、な、何されてるんですか、何されてるんですか。お兄さん俺さ、匠の技みたいに。ちなみに皆さん、サスティナブルって知ってる？知らない。バナナ農園周辺の自然環境とか農園で働くスタッフさんに配慮するっていうね。違う違う、 SDGs。 そう。じゃあちょっと時間経ったんで馴染んだと思いますから、はい、開けてみてくっついてたらそれをですね6等分します。あ、食パンの端と端でまず切ったらちょろってなってる部分、ここちょろってなってる部分、そうそうそう、うん、そこでまず切っちゃって、次やっと切る、うん、大丈夫、取って今日でーす。バナナ切るのってなんか気持ちいいよね。はい、おとちゃん気をつけてね。OK？ おー、いいね。あ、いいですよ、素晴らしい。いいね、素晴らしい。じゃあ、おとちゃん自分で切るね、うん、危ないと思うから。しゃっくりしてます。しゃっくりしてます。ご飯食べ過ぎた。大丈夫ですか。そう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 、いい感じ、いい感じ、感じうまいよ。ほらあ、いいよ。バナナないんだけど、ここバナナなくなって。おー、いいよいいよ、綺麗。これを、これをここにね、並べて積み上げてタワー作るわけよね。音の上手にできたやつはこれ、うん、あ、綺麗。え、めっちゃ綺麗やん、それ。おっちゃん自分でやったのそれ。うん、めっちゃ綺麗じゃん。え、これ乗せてみ。乗せ方自由。自由です、自分で。あ、これいいじゃん、この乗せ方、この乗せ方いいよ。で、そこ、そう、あ、だからこれね、層を作ろうと思ってるから、こっから上がこだわりっちにしよう。あ、なんか断面違うね。あ、ほんとだね。そう、こうやって見たらちょっとちゃうな。白い、白い、うん、よいしょ。ちょっとさ、飾り付けで、あの、バナナをちょっと花にしたとやつとか乗せようか。花？え、それ難しいです。バナナ鼻にすんのはむちゃくちゃ難しいですよ、ね。うん、あ、いいね、いいね、うん、うん、いいんじゃない。なってきた、ちょっとぽくなってきたんじゃない。ただここに、これいろんな色とりどりフルーツをちょっとさ、こう刺していったりとか。飾り、飾り作る。あ、みゆ、飾り作ってみる。あ、おいしそう、おいしそう、いい。ちょっとね、バランス考えてる。床にもちょっと、床にもブドウ良くない。ブドウ、ブドウいいね。あ、あ、花っぽくね。あら、ミさんうまいんじゃないですか、こういう工作好きやもんな。うん、落ちそうなとこ、うん。あ、なるほどね、うん、そうかそうか、ホイップつけてノリ的に。あと可愛くホイップ、こんな感じにもいいよね。可愛くもいいよ、こんな感じに、うん、あ、いいよいいよ、そう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 、可愛く、うん、よしよし、いいですね、三姉妹で。ここ崩れそう。みゆ真剣。バナナでさ。大好きやな。魚さばいてんのかぐらいの角度で切ってるで。あ、だからここにやってんだよね。真剣。やったよ。お、可愛くない？いいじゃない、いいじゃない。もう見て、トルネードお花。すごい。さすがですね。めっちゃうまい。集中力。向いて、向く？向いてこの辺に周りに飾ろう。おー、きれいきれい。むくとより可愛くなるね。よく作ったね。生まれましたと。よいしょ、いいよ。穴をね、見えないようにしたい。穴をね、ホイップで隠してブルーベリーをのけたい。うん、あ、みんなこれも使って、うん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 、飾
り、あ、飾り、はい、あ、飾りバナナをどこ置くか。え、置かん一番上に置くの。いや、そこじゃない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 、旗ある。旗、旗作ろうか。あ、あと折り紙持ってる。こういう飾り付けが好きやからね、やっぱりみんな旗を作り。こういうこと始めるとね、皆さん真剣になるんです、一気に。江原家の皆さんは何かをね、工作するとか大好きなんで。家庭科が大好きです。そう、家庭科家庭科が好きです。まあほんなら一応食べ物作ってるし家庭科やな。そうだな、家庭科美容。そんな天気よくわかんないですけどね。お、ご褒美バナナ出ました。おいしい。ふーちゃんのご褒美バナナです。帯バナナ出ました。赤いました。デレ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 せーの、完成できました。いいです。バナナランドみたい。めちゃくちゃいい感じにできたやんか。ロールケーキだなあ。じゃあせっかくですからこのスイーツ食べましょうか。はい、はいはい、取ってくれていいよ。やっぱ旗つけるだけでもちょっと違うな。うん、ぶっ壊して。うわ、出た、すごい、塔をぶっ壊した。バナナケーキ、バナナケーキ、あ、おしゃれにできてるやん。ちょっとこれあのホテルとかで軽く出てくる感じやね。どうも大雑把系です。あ、申し訳程度にブルーベリー乗ってる。食べてみて。じゃあいただきます。え、美味しそうなんだけど。いや、ケーキ、うん、おいしい？パンと合う。パンのもちもち感と合う。あ、ほんと？あれやな、ホイップクリームあれぐらいの薄さでよかったかもね。うん、思った以上に美味しい。あ、そう？大成功ですな。じゃあパンってな、意外とね、スイーツに使えんだぜ。最近でもね、フルーツサンドとか多いから、うんうん、割とね、やっぱりスイーツに使えるのよ。なんすか？これに、うん、バナナ、バナナを刺しておしゃれに置いて、はい、まあ、粉砂糖をかけて、ああ、こだわりです。これを、え、これ売れるよね。一口ケーキ、一口ケーキ、いいよね。ちょうど食べやすいもんな。パンとバナナとクリームってちょうど合う。バナナの甘さとクリームのふわふわさと、あ、そう、ぶどうの酸っぱさがあっておいしい。うん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 、いいよ、みんなバクバク食べてるやん。おいしいもん。あれ、パンがなかった。はい、ということで今回はバナナタワーを作って食べましたけども、いかがでしょうか。とっても美味しかったです。デリシャス、デリシャス、なんか違い分かってよかったね、うん、バナナの、うん、なんか甘かったし、うん、パンと合ってた、めっちゃ合う、うん、パンとバナナ、ね、ご褒美バナナ、もちもち感とバナナの柔らかい食感とイチゴの酸味、シャリッとした食感、うん、あとクリームのふわふわ感が、うん、たまらない、ありがとうございます。お子さん誰でも好きだと思うしね、うん、はい、概要欄の方にバナナのことも載せておきます。皆さんよかったら食べていただければいいなと思います、はい、ね、これ環境破壊にもね、いろいろと考えていかなあかん、うん、ところですから。トワくんもなんかバナナ1本食べたことあるから、うん、パンも食べるから、食べれる、うん、そっか、だからトワくんさ、パン潰したやつとバナナ食べてるってことは今日の食べれるんだ。そう、まあ生クリームだけちょっとね、うん、まあ作るのも楽しいですから、ぜひとも皆さん一回作ってみたらどうでしょうか。はい、はい、ということでこの動画が良かったらチャンネル登録